皆様こんばんは。ピカレスクギャラリーオーナーの松岡うたみです。本日は東京のアートギャラリーピカレスクで開催中のスタジオ7星個展イージーゴーイング特別企画として、アーティストスタジオ7星さんのアトリエとピカレスクギャラリーをおつなぎして合同ライブ配信を行わせていただきます。この配信では個展作品10点に加え、今年スタジオ七星さんが鹿児島のトレスガトス様で開催された個展シーナニーナ出展絵画作品4点についてもお話をお伺いいたしますので、どうぞお楽しみになさってください。現在開催中の個展イージーゴーイングは来週の日曜2021年10月24日に終了です。現在コロナ感染症対策のため1回1組様のご入場のみを受け付けておりますので、ご来場ご希望の方はピカレスクホームページからの事前のご予約をお勧めいたします。もし店内にどなたもいらっしゃらない場合などは、飛び込みでのご来場ももちろん大歓迎でございます。また作品はすべてギャラリー店頭に加え通販でのお求めも可能となっておりますので、こちらも気になる方はお気軽にホームページからお問い合わせいただければと思います。それでは早速アーティストスタジオ七星さんのアトリエとおつなぎさせていただきたいと思います。久しぶりのライブ配信なので本当に楽しみですね。もう合同ライブ配信何ヶ月ぶりでしょうか。あ、七星さん、こんばんは。お久しぶりです。それでは早速、七星さん、自己紹介をお願いできますか。あ、はい。スタジオ七星です。普段は主に木製の、人形といいますか、はい、立体作品を作ってます。普段は立体作品をご制作されていらっしゃるスタジオ七星さん、今回は、絵画の、個展ということで、10点プラス、鹿児島での開催された個展の4点の計14点の作品のお話をいろいろお伺いできちゃうという、ちょっと贅沢なライブ配信ということですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今回ご開催いただいております個展イージーゴーイングというタイトルですねに込めた思いをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、なんか僕がこうちょっとこうここ1年2年3年のくらい、ここ最近ちょっとやさぐれてたんで はい、笑っちゃいましたけどやさぐれてたとね、やさぐれてたんで、はい、ちょっとまあもうちょっと落ち着こうと思って、はい、それでそういうタイトルをつけました。ここ数年やさぐれていたということにね、気づかれていた方がどれほどいらっしゃるかという感じなんですけれど、でもちょっと心機一転っていうことでの今回のタイトルなんですね。そうですね、はい。なるほど。ちょっとその本、その心はというところがこれからの作品のトークを通じてより一層見えてくるかもしれないので楽しみですね。ちょっと紐解いていきましょう。はい、はい、ちょっとコメントでも七星さんがやさぐれてっていうね、知ってない人の方が多いんじゃないですかね。ああ、僕結構やさぐれてますもう頭にくることが多かったですね。結構なるほど、はい、多かったんで、はい、でも怒るって感情ってすごくなんだろう、ストレスだし疲れるじゃないですか、うんうん、だからもうちょっと気分を変えたいなと 思ってます。なるほど。日々思ってます明るく楽しい、絵を描けたらいいかなと思ったんですね。自分を明るく しようと、うんうん、そうですね。今回の作品たちどれもこうどこか心がほっこりと安らぐと同時にこうくすっと笑ってしまうような、スタジオ七星さんがこうアーティストステートメントとしてお書きいただいているプロフィールと本当にこうもう
格の部分でつながるような、本当に優しく素敵な作品がたくさん揃ったのかなと思っていたので、ちょっとまたいろいろお話、これから聞いていけるのが楽しみですね。まずはじめに、今画面に映っております作品、鹿児島トレスガトス様での今年開催された個展、シーナニーナにご出展いただきました作品4点についてお話をお聞きしていきたいと思います。まず1点目は、今画面に映っておりますタイトル「Wish」というタイトルの作品で、2万4000円プラス税でご案内をしている作品なんですけれども、こちらについてまずお話をお伺いしてよろしいですか？そうですね。はい。そのトレスガトスさんでの個展の時のテーマが、ガール、まあ、少女というか、女性というか、そういうテーマだったんで、まあ、こんな感じの少女の絵は、ここ最近何点か描いてて、いつもはこう、何か動物と女の子みたいな感じで描いてたんですけど、もうちょっとこう、少女にスポットライト、なんていうのかな、を主として書こうと思って、まあ、この後も登場すると思うんですけど、全部3枚、全部で3点書いた感じですね。そのうちの1つというか、はい。少女だけを描くっていうのは、じゃあ結構珍しいことなんですね。そうですね。七星を始める前に少女の肖像画みたいなものを描いてました。本当にこう七星さんの原点のこう心の温かさのようなものも感じられるような、優しい1点目の作品「ウィッシュ」でございました。こちらは1点2万4000円プラス税でのご案内です。それでは続きまして、先ほどお話にも出ました、2点目のこちらの作品ですね。タイトルが、スタンディング原画作品になります。こちらのお話もお伺いしてよろしいでしょうか？そうですね。3点を1つとしてきっと描いた感じなんですけど、頭に来ることが多いってさっき言ったんですけど、そのひうちの1つにですね、やっぱりそのちょうどこの時期あたりに、森喜朗、何でしたっけ、オリンピック、元いらっ会しゃいました長がね。ですね、じの女性蔑視発言とかが問題になってましたけど、なんかまあそれ以前にもね、結構女性蔑視、の問題って、なんだろう、女性は平気で嘘をつくみたいなことを言ってた人もいるし。ふふふで、ね、笑っちゃいますね。そうですね。笑っちゃうけど、笑えなくて、やっぱり。わかります。なんかその、ちょっとこう、強い意志を持った女性像を描きたいなと思って、描いてた感じです。はい。いや、すごいですね。なんかすごいですねっていうと、結構私はこう、周りから女の子なんだからゆっくり喋りなさいってずっとちっちゃい頃よく言われてたんですけど、女の子だからゆっくり喋りなさいってどういうことなんだろうって思ったりとか、結構女の子なんだからこうしなさいとかね、女の子なんだからこういうことしちゃダメだよっていうことを日常的に言われている人って結構多いんじゃないかなと思っていて、でそれがこう違和感を感じるタイミングすらないままこう大きくなっている人も多々いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そうなってしまうとやっぱりそういったことに対しての発言とかもすごくしにくくなるというか、発言すること自体がすごく変なことなのかなって思っちゃう人も多いと思うんですけど、なんかこういう場で、作品を通じて、なんか七星さんがそういうふうにはっきりおっしゃってくださるっていうのは、なんだかちょっと嬉しいですね。ありがとうございます。本当に素敵だと思います。なんかこの絵に描かれている女性も、こう、なんか背筋をピッと伸ばして、
まっすぐ前を見据えているような感じがすごくこう強い、なんか見つめ合うというか、なんかエールを送ってらっしゃるのかなっていう感じもしますし、タイトルも「スタンディング」ですもんね。そうですね、はい。結構そこからもなんだか七星さんのこう強い思いが感じられる素敵な作品でしたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございはまい、す。こちらも1.2万4千円プラス税でのご案内でございます。そして続きまして3点目はこちらの、よいしょ、タイトル「明日、明後日、しあさって」という今回の少女にフォーカスされた3連作の最後の作品ですね。こちらについてもぜひお話をお聞かせください。そうですね。なんかタイトルは、こう、なんだろう、未来に向かってより良い世界を作っていけたらいいなっていうような思いを、ちょっと、込めてみました。すごくそうですね。こう最初の1点目の、ウィッシュはこう目をつぶっていて、スタンディングはこうキュッと前を見てロングヘアで、なんかすごいはって感じでしたけど、この作品はまたこう寄り添い合いながらもまっすぐこうこちらを見つめてくる、なんか本当にこうウィッシュとスタンディングの中間の世界観のようなものも感じつつ、でもみんなヘアスタイルが違うのも結構その人物像を想像するなんか助けになるような感じもしますね。今、ご質問が届きましたのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。なぜ髪が七色なんですか？というご質問届きました。そうですね。これはなんかさっきもちょっとちらっと言ったんですけど、七星始める前に、趣味で絵を描いてた時に、なんでしょうね。色を、色の、なんだろう、変化によって、すいません、うまく言えないんですけど、色の変化によって、ちょっとこう表現っていうものができないかなっていうか、ちょっと抽象的な感じになっちゃうんですけど、色の違いで、もうちょっとこう表現を膨らませられないかなみたいな思いがあって、その頃から、ちょっとこういう感じで、少女像を描いてましたね。じゃあこの表現技法は初期の頃からされていらっしゃったものでもあるんですね。そうですね、七星始める前からやってました。なるほど。でも確かにこう単色の髪の色、例えば赤い色とか青い色とか緑色ってすると、なんだかこうよりこう人物像にこうピントが合っていくというか、フォーカスされていくような印象がありますけれど、いろんな色があることによってこういろんな感情とかいろんな思いとか、こう見る人によってその人物像からどういった物語を見出すかというものが、その多様性がより広がる感じもしますね。ありがとうございます。僕が言いたいことをまとめてくれました。ありがとうございます。いえ、恐れ入ります。ありがとうございます。もう七星さんの素晴らしい作品あっての配信続いておりますが、今お話しいただきましたのが「明日、明後日、しあさって」の作品でございました。こちらも1.2万4千円でございます。続きまして、鹿児島の個展トレスガトス様での個展「チーナニーナ」にご出品いただきました最後の作品、こちらのタイトル「エコーティー」ですよね。エコーティーで、こちらは1.3万円、プラス税でのご案内になります。こちらの作品についてもぜひぜひぜひお話をお聞かせください。さっき女性蔑視発言っていう
言ったんですけど、まあそれだけじゃなくて、なんかこう、まあすごく人種差別だったり、性的マイノリティの人たちに対しての差別だったり、あとはまあそのハンディを負ってる人たちに対しての差別だったり、なんかこのここ最近すごく、なんだろう、その人権っていうものをないがしろにされてるような、なんだろう、発言だったりとか、発信みたいなものが、すごく気になって、気になってっていうか、そうですね、なんか、ちょっともう、頭にきてて、まあ、そういうのやめようよっていう思いを込めて、描いた感じです。本当に七星さんってお優しい方なんだなって思いました。そや、の優し頭くなにいです。優しくない。こう、うーんかなーってなって、でこうキャンバスにこういう絵を描かれていくっていうのは、もう「ゲルニカ」を描いたピカソに匹敵する優しさなのかなって。ゲルニカは憧れの絵ですけど。これは七星さんのまさに「ゲルニカ」なんだなって、お聞きして思いました。なるほど。ありがとうございます。これは結構見入ってしまいますね、そういうお話を聞いて。こうまた結構絵の中にもさまざま細かい、こういろんな生き物や物語が描き込まれてますので、ぜひ、ピカレスクのギャラリーで、またオンラインの方にもこちらの作品も、近日中にアップさせていただく予定なので、またそちらでもご覧いただけましたら嬉しいなと思います。お話をお伺いいたしましたのはイフォーティで、こちらは1.3万円プラス税にてご案内中でございます。以上がチーナリーノにご出品いただきました作品4点でございました。こちらの作品は、ご興味お持ちいただけましたら、お気軽に、インスタの DM などからお問い合わせくださいませ。続きまして、現在ピカレスクで開催中の個展イージーゴーイング出展作品10点についてお話を伺っていきたいと思います。まずはじめがこちらでございます。こちら かわいいですね。かわいいですね。こちらのタイトルは「スローリー・モア・スローリー」。価格は1.2万8000円プラス税でのご案内です。こちらのお話もぜひお聞かせください。あ、はい、そうですね、まあ、さっきはいろいろとこう、ずっと頭に来てることが多いっていう話をしたんですけど、まあ、それ、まあ、ちょっと落ち着けようって自分に言い聞かせたくて、もうちょっとこう、明るくなるような絵を描こうと思っていて、で、まあ、亀をモチーフの絵を描いたんですけど、一回。なんか違うなって思って、ずっとというか、しばらくほっぽらかしといてなんですけど、なんかイメージが湧いて、書き直した、上から一回塗りつぶして書き直してっていう感じなんですよね。なんか七星さんが脳内でこう、なんかね、憤ったり落ち着けようって脳内会議されてる様子を想像しただけでちょっとほっこりもしてしまったんですけど、一回それをまたさらに「おわ」って落ち着けようってなって、こう亀の絵描き始めて、で消してまた一から描き直されたってことなんですけど、前の絵と今の絵でこうなんかすごいここが良くなったなとか、ここが多分描きたかったんだろうな、ちゃんと、みたいな、そういうピントが合う瞬間というか、タイミングってあったんですか？そうですね、ちょっと、
この後紹介する絵を描いて、で、そこから、インスピレーションを得たというか、イメージが湧いてきて、で、もうガラッと、モチーフの亀っていうのは一緒だったんですけど、全然雰囲気の違う感じに描けたかなと思ってます。本当にその亀の甲羅の中に描き込まれたさまざまなこう生き物や風景の一部、またそのグラデーションがすごく綺麗なんですよね。これはもうぜひ、YouTube の方にも動画もアップしているんですけど、会場にも10月24日まで飾らせていただいているので、もう生で見ていただけたら本当に嬉しい一枚でしたね。七星さんのこうこだわりが詰まった。スローリーもスローリーでした。お話ありがとうございます。はい。こちらは1.28000円でのご案内になります。続きましてはこちらの、よいしょ、街というタイトルの作品についてお話をお伺いできますでしょうか。はい、この絵は、今回、出展してる作品の中で、一番最後というか、一番直近というか、に描いた絵で、まあ、その描きながらですね、他の絵をとか図を描きながら、まあ、僕の中でこう、いろいろ上がったり下がったりというか、最初はこう、明るい絵を描こうと思いながら、だんだんちょっとまたこう、寂しいというか、寂しい、悲しいというか、そういう感じになってきちゃったなと思って、最後はもうちょっと、もっと明るい絵を描こうと思ってたんだって思って それで割と、色、暖かい色を多めにしてっていう感じですかね。その結構初期の段階から描き始められて、で最後に今完成されたっていうお話だったかと思うんですけど、なんか本当にそれが感じられる、なんか色の深みというか、なんか温かみっていうんですかね。結構その例えばこう暗い色の上から明るい色塗ったりすると、その下の暗い色も生きて明るさがより際立ったりするじゃないですか、色塗るときとかって。結構だから、それはすごいこう単純なワンツーステップではあるんですけど、なんかそういうこうたくさんの色を重ねて重ねて重ねてきたからこその、このなんか重厚感というか、なんかそのあったかさがあるのかなって、なんかお話を聞いていてすごく納得しました。ありがとうございます。結構こう、何でしたっけ、なんかこう、なんかでもやっぱその雨が降った後の空が一番綺麗というか、なんかそのいろんな紆余曲折を経た中で、最後にこう明るい世界を描こうってした、その時描いた世界が一番もしかしたら明るかったのかななんてちょっと思っちゃったりしました。すごい、でも納得しました。お話ありがとうございます。こちら、街は1.3万円プラス税でご案内中です。続きましての作品は、ちょっとタイトルがね、読むのが難しい、ものとなっておりますが、レストランとサリーデス・シークレッツというタイトルの、作品となっております。こちらのお話もお伺いできますでしょうか。これは、ちょっと、前に描いた絵で、何月だったかな、5月だったかな、に、ちょっと他の会場で個展をさせてもらって、その時の個展のタイトルが、秘密の部屋というタイトルで、ちょっとこう、秘密基地に自分の好きなものだけを集めて、こう、自分の世界の中に、で楽しむみたいな、イメージの、
をテーマにした個展だったんですけど、そのイメージの続きで描いた絵で、はい、で、タイトルは、フランス語で、レストラン秘密の部屋っていうタイトルにしました。なるほど、フランス語のタイトルだったんですね。はい。結構、秘密の部屋、ちょっとこう不思議な童話感のある、タイトルとか世界観なのかなって思うんですけど、本当にこう、もう一見何が何だかわからないような不思議なものがこう組み合わさっているんですけど、ちゃんとこう七星ワールドといいますか、見てこうときめける楽しいわーっていう、そこまでこうちゃんとギュッギュッギュッって一個の絵に仕上げてくださってるのが、すごく嬉しいな、楽しいなと思って拝見してました。この月が二重になってるのも結構すごく自然に描かれているので、あんまりこう最初わーって見ちゃうんですけど、虹というか、なんで二重になってるんだろうとか、見れば見るほどすごい気になっちゃうんですよね。そうですね。なぜって言われると、なんて答えていいのかもわかんないんですけど。こう言葉にできないこの七星さんのセンスとか、ちょっとこう不思議な七星さんの目を通して見るこう不思議な世界を覗き見れてるような、本当に夢のような作品だなと、ちょっとときめかせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら1点2万7000円にてご案内中です。続きましては、よいしょ、こちらの、スローリビングという作品について、ぜひぜひお話をお聞かせください。これはですね、なんだろうな、なんかこう、落ち着け自分っていうので、のんびり行こうよと思って、あまりこう、いろいろ複雑に考えずに、の天気で生きたらいいなっていう思いと伺って、そういうタイトルにしたんですけど、あとはちょっとなんだろう、ちょっと、なんかデザイン関係の本を見てて、なんかそこからちょっと、インスピレーションをもらったようなところもあったりとかしました。具体的にどういったところでインスピレーションがあったんですか？永井一正さんってデザイナーさんグラフィックデザイナーがいるんですけど、いらっしゃるんですけど、なんかその人の絵とか見てて、なんかこう、いいなと思って永井一正さん、ちょっと調べてみたいですね。メモですね。永井一正さんのデザインから七星さんがインスピレーションを受けたり、またもっとのんびり行こうよっていう脳内会議が行われた結果、生まれたもう大傑作ということですね。永井さん、ちょっとマイナスイメージになっちゃうかもしれないんですけど、オリンピックのマークが、盗作というか、あの事件がありましたよね。あの時の、なんだろう、その、デザイン会社を選ぶような、審査する側の、なんかトップにいた人だったんで。そうなんですね。別に、だから、永井さんがそれに関わってた、その実際、デザイン、類似するデザインを行ってたっていうのに関わってたわけじゃないんですけど、審査する側の方だった人ですね。そうなんですね。でも結構、なんでしょうね。
オリンピックには本当にこういろんな人が関わってましたからね。それはもうその関わったことイコールなんか極悪人とかそういうことではないと思うので、 まあまあでもそういったちょっとこう大事なイベントにも関わっていらっしゃるような方なんですね。まあそうですね、まあかなりこう、もう、はい、なんていうか、ベテランというか、ぜひ皆さんもちょっとチェックしていただいて、でまた改めてこの、作品ですね、スローリビングご覧いただいて、で、まあ、どういったこう類似性があるのかっていうのを探してみるのも楽しいかもしれないですね。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。お伺いいたしましたのは、スローリビング、こちらの作品は1.3万円プラス税にてご案内中でございます。ありがとうございました。以上の作品が現在購入可能なスタジオ七星さんによる、個展の絵画作品となっております。これからは、すでにご売約済みの作品についてもお話を伺ってまいりたいと思います。まず1点目は、ズンチャカズンチャカですね。こちらでございます。わあ、これをお求めになった方は、お目が高いという歌が出るほどですが、こちらのタイトルは、僕の小さな家でございます。ぜひお話を聞かせください。はい、ありがとうございます。この絵は、ちょっと何月だったか忘れちゃったんですけど、グループ展というか、企画展、3月でしたね。小さいっていうのをテーマにしたグループ展というか、企画展というか、ありまして、そこに参加したときに、描いた絵ですね。なるほど。その時に、何点だったかな？ 3 点だったかな？ 4 点だったかな？絵を描いたんですけど、まあ、小さいっていうのにかけて、キャンバースの、0号っていう一番小さい規格サイズのキャンバスを使って描いた、まあ、小ぶりな絵です。はい。なんか小ぶりなちっちゃなサイズ感、手をこう横に置くとこれぐらいの大体サイズなんですけど、なんかこのサイズ感でこうキュッと詰まっているながらも、こうスコーンと空がスコーンと抜けてる感じというか、すごく広々としたお空の下のゆったりした時間みたいなものが感じられて、なんて素敵なんだろうと 思ってました。かわいい、小さいけどなんか大きいぞっていうのがなんか素敵だなって、すいません。こちら僕の小さな家、売約済みとなっておりますが、10月24日まで会場にてご覧いただけますので、よろしければぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。続きましては、こちらの秘密の部屋というタイトルの作品についてもぜひお話をお聞かせください。はい、さっきちらっと言ったんですけど、秘密の部屋というタイトルの個展がありまして、その時の、まあ、メインビジュアルというか、それに合わせて描いた絵ですね。さっきも言った感じの、好きなものを寄せ集めた秘密の部屋みたいな感じです。結構スタジオ七星さんのこう立体、木彫の立体作品に登場するような子とかも結構大きなサイズで描き込まれていたりして、本当になんかこれは秘密の夢の部屋だなと、ちょっとこれも近づいて見れば見るほどいろんな発見があって楽しいんですよね。はい、ありがとうございます。結構すごいリアリティのあるジャケットやポスターや、このポスターもね、ちょっとこうよく近づいて見てみるといろんな発見があるかもしれないので。ちょっとね、まあ、分かりづらいかもしれないんですけど、はい、何年か前に描いた絵をそこに、写してみたりしてます。昔描かれた作品がまた今の作品に登場する、すごい幸せな入れ子作品となっておりますが。
ぜひこちらも24日までご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。続きましては、こちらも売約済み作品のご紹介となりますが、コネクトというタイトルの、これもまたすごくね、インパクトのある印象的な作品となっておりますが、ぜひお話をお聞かせいただけますでしょうか。はい、この絵はですね、これも、もうなんか、記憶が何月だったか、何月だったかな、二人展がありましてですね、二人展があって、そこのギャラリーさんが、まあ、猫ギャラリーというか、猫作品を、こう多く取り扱ってるようなギャラリーさんだったんで、まあ、猫をモチーフにして、まあ、二人展ということで2匹の猫をメインに描いた感じですね。これも黒、なんかこう、今までご紹介前半でさせていただいた作品は、結構こうグラデーションですとか、こう色の重なりとか、ちょっとこう版画のようなかすれたその質感などがすごく魅力的だなと思って見ていたんですけれど、この作品は本当にこう色のコントラストがパキパキとしていて、すごくこうインパクトがありつつも、でもなんかこうしっかり七星さんの世界観、可愛らしさがあるようなこう作風っていうんですかね、描かれ方をしているのがとっても印象的だなと見ておりましたが、このスタイルはいつ頃から始められたんですか？去年の、去年の個展の時、あの時はタイトル何でしたっけ？ ピカレスクでご開催くだそうでさっすね。た個展ですね。それはびっくりな質問ですね。っていうとすごく良くないんですよね。ちょっと待ってくださいね。去そうです年ね。9月ですよね、ご開催くださった久9石月譲で。さんの、ブラック・ライブズ・マターをテーマにしたあの作品で初めてね、されてるっていうのも覚えてるんですよ。なんかふんころがしとかね、いましたよね。そうかっでこすいい絵ね。ですまあ、よ。金の色、印象的に使っていた。ちょっとそれまでになかった感じで描きたいと思って、去年描き始めて、まあ、こう、白黒を、まあ、最初はもう白黒で描いてたんですけど、もうちょっとこう色を入れていこうかなと思いながら、だんだんと、色が増えてきているそうですね、進化の過程が、I want to hold your hand でしたね、こそうちでら。す。すい何まも見せてん。ないです。何も見ずに思い出しました。何もないです。けど本当そうですね、その際にご発表いただいた作品の時は結構色数もモノトーンで、金とかが、金色が結構印象的に使われていたような赤色とかの記憶だったんですけれど、なんかこう今ここまでこう色数が増えてきたとなると、これからまたどうなっていくんだろうっていうのが気になるところなんですけれど、ちょっとそこで続きましての作品ですねに移りたいと思いますが、こちらの今回個展のメインビジュアルにも採用させていただきました。もう本当まさに個展とのタイトルと同じ名を持つこちらの作品、イージーゴーイングですね。こちらもこう黒白のパキッと感が印象的でありつつも、様々な色が使われているのがすごく印象的だなと思って拝見しておりましたが、ぜひちょっとこちらの作品についてもお話をお聞かせください。まさにその白黒の中に色を入れて、ちょっとこう遊びたいなって思って描いた感じで、まあさっきも言いましたけど、ちょっと楽しい絵にしたいと思って。イージーゴーイングってあれですよね。なんか、今更なんですけど、和訳で言うと、なんかちょっと能天気というか、
ですよね。結構どうなんでしょうね。ポジティブな印象を受けましたけど。まあなんかそういう意味かなと思ってつけたタイトルなんですけど 間違ってたらすいません。あ、いえ、全然。なんですか、そうなんですよね。先ほどの猫ちゃんは結構こうパキパキしてる、なんでしょう、エッジがこうシャープというか、こうカクカクしているような印象だったんですけど、今回のイージーゴイングの作品は結構データ的にフォルムが丸々とプリプリ、なんかモフモフしてるというか、なんかもちもちしているなんかフォルムにまた展開してきたのかなと思って見ていたんですけれど、結構また木のこう、切って硬いってすごいね、ちょっと当たり前のことですけど、硬い木をこう加工した時にこう出すのがなかなか難しいというか、性質的になんかちょっとこう親和性があんまり高くないかもしれない、そのもちもちふわふわしてる感じっていうのをこの作品では結構存分に表現されてたのかなっていうのもちょっと感じたりもして、その色のカラフルなのもそうなんですけど、なんかその楽しいっていうところでのなんかもちもち感がすごく、確かに、魅力ちょっ的。と柔らかさみたいなのも、はい、意識してました。はすごい、この足のむにゅ、なんかい。ドラえもん足っていうか、なんていうんですかね、なんかむぎゅむぎゅむぎゅって言いながら歩き出しそうな、なんかね、こう、かわいさも、すごい伝わります。もちもち、つつ、心がもちもちになりました。ありがとうございはい、まあす。りがとうございます。こちら、イージーゴーイングでございました。続きましては、夜の空の散歩ですね。こちらの作品についてもぜひぜひお話を聞かせください。はい、まあ、今回の個展では、さっきのイージーゴーイングみたいな作品で、ああいう画風で統一して、絵を描こうと思ってたんですけど、なかなか描けなくて、こう、なるほど。迷ってたというか、描いては、なんか違うなと思って消したりとかしてて、で、はい、右往左往しながら、全然さっきのイージーゴーイングとはテイストの違う絵ができちゃったっていう感じですかね。そうなんなか、んですね。はい、なんかもうちょっとこう明るい絵を描こうと思ってたのが、ちょっとなんかこう青を、まあ僕青色結構好きで、結果的にちょっとなんか寂しげというか、やっぱり青色ってこう、なんていうんですかね、クールというか、そういうイメージだと思うんですけど、まあ、結果的にそうなってしまったという感じです。結構色のこう研究をさ れはい。てる方がいて、確かそのあらゆる年代や性別や国籍問わず、そのなんか心惹かれる色というか、何かこう気になってしまう色は青色だって聞いたことがあります。へすごくこう根源的なこう人の心を捉えて離さない。この作品をご配布くださった方は結構ファーッとこう会場をご覧になられて、でそれファーっていう流れでこれを買おうかなっていうふうになっていらっしゃったので、結構すごいこう本当根本的なフィーリングでもうバシッとはまって、なんかこの作品っていうこう判断をされていらっしゃった印象だったので。なんかそれも、なんかそういうことなのかなとも思ってたんですよね。ああ、でも嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと抽象的な表現だからこそ、こう言葉にならないさまざまな感覚、最初に登場した女の子の七色の虹色の髪の色のように、よりこうより多様なこう私たちの心の揺らぎとか
こう移ろいに本当にこうしっとりと寄り添ってくれるすごい素敵な作品なのかなとちょっと改めて感じ入りました。ありがとうございありがまとうごす。ざいます。はい、もうあっという間ですが、最後ですね。本日最後にお話をお伺いいたしますのは、こちらの、月が泣いていた夜、こちらも梅訳済みとなっておりますが、お話ぜひお聞かせください。あ、はい、おっと、あ、はい、すいません、はい。もう、さっきの、夜の空の散歩の流れで、はい。続けて書いた感じなんですけど、なんか、まあ、僕、青色が好きっていうのと、月も好きなんですよね。月っていうモチーフが好きで。でもなんか僕の中で月って、割と、ポジティブというより、ちょっと悲しくなるんですよ。月を見てると。ちょっとこう心がキュッとなる感じなんですそうですね、か。なるほど。そのある種こう太陽を見ている時間よりも月をご覧になっている時間の方が七星さんは長いんですかね。そうですね、まあ、なんか、5センチになりますね。5センチ 5センチ、不思議ですよね。この前なんか子供が来てちょっとこうなんか絵を見ながら話していたんですけど、どうしてこうなんかどうしてキューってなるような絵があるんだろうってその子がなんかポツッと話していて。見て、わあ、楽しい、かわいい、わあっていう絵をがあるのはわかるし、それを見て楽しい、見たいっていう気持ちも自分で理解できるけど、なんかこう心がキューってなるような絵をなんか見たくなるし、でも見るとやっぱりこうキューってなるから、なんで私はこれを見てるんだろうとか、なんでこの絵は存在してるんだろうとか、すごいなんか。もう話しててすごい面白いなって聞いてたんですけど。なるほど。人は求めてしまうんですかね、そういった。なんかこう、一定数と言いますか。なんかそうですね、すごく悲しいことがあったときに、見上げた夜空に結構印象的な三日月が出てたことが、まあ実体験としてもあって。なんかそんなことも思い出しながら書いてたりとかもしました。なるほど。どこかこうご自身の物語をこう反芻すると言いますか、なんだろう、口の中で転がす溶けない飴のような、なんて言うんでしょうね。何かでもそういうこう自分として人として生きていく上でのなんか大事な心の体操みたいなことなんですかね。でもこう憤られてもちょっとこう悲しい気持ちであってもこうなんか常に筆を取ってキャンバスに向かってその感情を書き連ねていらっしゃる七星さんがなんか。結構改めて本当にすごい方なんだなってちょっとなんか圧倒されるっていうと変ですけどなんかすごいなって本当すごいなって思いました。ありがなんとうごかざいます。小で、学なん生か、あみたいれなですかね。悲しい時って、なんだろう、表現したくなりがちかなとか。悲しみ、感情が表に出しやすいのかなとか、思ったりもします。なんか、
そう言って、そうかって今聞こえちゃいました。もうなんかすごい、そうかって本当に、もうなんか本当にそうかって思っちゃったので、ちょっと言っちゃってごめんなさい。でも、なんかそうやって生まれてきたものが、またこう、心がちょっとピシッてなりかけてる人とか、ちょっとカシャーンってなっちゃった時とかに、本当にすごく優しくそれを包み込んでくれるような、なんか作品にまたなっていくんだなっていう、なんかすごい優しい連鎖のようなものを感じさせられました。ありがとうございます。今回の個展で、新しく描いた絵の中で、自分の中では、この絵が一番気に入ってます。はい。そうなんですね。自分なりには、はい。実はこの作品が一番最初に配役になりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。すごい、やっぱりいいことがたくさん起こってほしいなって思うんですけど、でもやっぱりいろんな、ちょっと、ってこともやっぱあるじゃないですか。七星さんがおっしゃってた、こう、いろんなニュースとかでも、なんだこのニュースみたいなのって あると思うんですけど、なんか、いいこととは言っちゃいけないかもしれないですけど、なんかそういうってことに対して、七星さんがこう、すごい憤って絵を描いて、その絵を見て、わーって、なんか幸せな気持ちになれる、こう、なんですかね、パンドラの箱みたいな、パンドラの箱を開けて、すごい嫌なニュースとかがわーってくるけど、その最後に七星さんの絵があったみたいな。すごい希望ですね、なんだか。すいもっませとん。頑張ります。いや、そんな、もう全然、もう本当に、もうこれで本当に素晴らしいです。本当に素晴らしいです。なんか、ちょっと嫌なニュースとかっても、七星さんが絵にしてくださるかななんて、そんな、ね、ちょっとよこしまなことを考えちゃいますけど。でもなんかこう、この世界、なんか捨てたもんじゃないなって感じがしますね。なんか誰目線って、すいません。でも本当に今回素敵な作品をたくさんありがとうございました。こちらこそ。はい、以上、ご紹介させていただきました、作品10点と、冒頭でご紹介差し上げましたこの少女シリーズですね、が、今回の、そうですね、個展ご出演いただいた作品と、こちら4点、お話をお伺いいたしました。また、本日の配信でご紹介した以外にも、ピカレスクギャラリーでは、絵画作品、コラージュ作品、また様々なデザインの、ポストカードや木彫の立体作品も、多数お取り扱いさせていただいておりますので、気になる方はぜひピカレスクのホームページをチェックしていただけますと嬉しいです。全作品通販可能となっております。はい、そんな感じでしたね。はい。こうしてちょっと14点をこうわーっと見てお話をお伺いさせていただいたんですけれども、こう、まあ、画面越しにではありますが、今年1年間、まあ、七星さんが描いていらっしゃった作品群かと思うんですけれども、いかがですか、こう見返されて。自分でですか？こうなんか振り返りといいますか、今 年で、ね、まそうだですね。ちょっと早いですけど、振り返り。そうですね。なんか、うまく筆が走るときと、なかなか書けないときとあったりして、ですけど、なんかやっぱり、自分は絵描くの好きなんだなと思って、そうですね、その本当、七星って立体を始める前は、趣味でですけど、絵を描いてたりしてたんで、なんか改めて、もうちょっと絵を描く時間を増やせたらいいなと思います。ぜひぜひ私たちに希望を、愛と希望を、七星さんの絵を通じて、ぜひぜひぜひ、嬉しいです。ありがとうございます。
楽しみですね。ちょっと個展も、今回の個展は、そうですね、イージーゴーイングは来週日曜、2021年の10月24日まで、東京のアートギャラリーピカデスクにて開催させていただいているんですけれども、常設でも七星さんの作品のお取り扱いもさせていただいてますし、今後もぜひ絵の、ね、個展などもちょっと企画させていただきたいなと、改めてこう煮えたぎる思いですけれども。いやー、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。あ、こちらこそお願いします。でも七星さん、すごいもう毎月いろんなところで個展や展示会されてらっしゃって、本当にご活躍かと思うんですけれども、なんかまた直近でもそういったご予定っておありなんですか？絵画展とか何かこう立体のい、展示とか。11月3日からですね、大阪の方と名古屋の方で、企画展に参加します。はい。なんだろう。詳細は、インスタグラムとか SNS 見ていただけたら、まだ全然、何も上げてないんですけど、これから、情報、投稿するんで、よかったら見てってください。もうって皆感じさん、です。まずは、七星さんのインスタグラムをフォローするところからですね。もうすでにね、フォローされてらっしゃるかと思いますけど、もしこう初めてこの動画を見たよという方は、フォローをお願いいたしますということですね。お願いします。でも本当に今日はすっごく素敵な時間、素敵なお話をありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。七星さんの個展、イージーゴーイング、10月24日まで開催しておりますので、ぜひぜひオンライン、会場にてそれぞれお楽しみいただけますと嬉しいです。では本当に本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。見てくださった皆さんもありがとうございました。良い夜を。えい。はい、良い夢を見てくだあ、さい。いいですね。良い夜を、良い夢を。ちょっとこれは、決めフレーズですね。ありがとうございました。終わらない。ありがとうございました。おやすみなさありがとうございました。